ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。あの白い橋は、白金三道橋です。左側の奥から、埼京線が来ました。右側が山手線です。白い橋は、日本国内に現存する数少ない、フルレールを構造材に利用した跨線橋です。ハイレールで作った橋です。優美な曲線を描いたアーチ橋です。山手線上部にはシンプルなラーメン構造の橋になっています。電車の高架橋は、ラーメン橋って言います。ラーメンは骨組みを意味するドイツ語です。左側を走っているのが、湘南新宿ラインです。オレンジと緑色で、かぼちゃ色ですね。また、埼京線と山手線が来ました。相鉄線の新型車両来ないかな？ご視聴ありがとうございました。